膨大な量の活字が収められた活字棚。ここから原稿に合わせて必要な活字を選び出す工程を分線と言います。それでは昭和47年12月発行の婦人の友の原稿をもとに分線の作業を再現してみましょう。原稿には編集者の手であらかじめ文字の大きさや書体などの種類が指定されています。分線職人は左手に分線箱と呼ばれる活字を入れる箱と原稿を斜めに持ちながら指定に沿って素早く活字を拾っていきます。分線を能率よく行うために生み出された道具の一つが接点。分線箱に活字を拾う際にすでに拾った文字が崩れないように行の終わりに挟んでおくストッパーです。分線職人は右手で活字の下にあるくぼみを触り、これが右に来るように一字一字逆さまに並べていきます。活字を拾うスピードは熟練した職人で1時間に1500文字、 2,3 秒で1文字を拾う計算です。活字棚には40ポイントから6ポイントまで大小の活字がびっしりと並んでいます。この活字棚にも職人たちが長い経験から編み出した知恵や工夫がさまざま施されています。例えば棚の傾斜は75度、活字を取りやすくかつ並べやすくするために工夫された合理的な角度です。活字棚は基本的に3列が職人1人分のスペース、4段ないし5段に区切られています。そこに活字のポイント別にゴシック、明朝、それぞれのスペースがあります。この活字の配置も工夫に満ちています。棚から活字を拾い持っていく、つまり出張させるということからその名がついた出張と呼ばれる漢字のブロック、それぞれ大出張、出張、小出張と使われる頻度により分かれています。よく使う大出張は取り出しやすい位置にあります。あまり使われない漢字などの外字と呼ばれる活字は棚の下隅に、逆にすぐに手が届く棚の中央にはひらがな、カタカナのほか句読点などの訳物の活字が並びます。職人たちの経験が生み出した見事な配置、それが分線のスピードと正確さを支えているのです。活字棚の中で目を引くもう一つのスペースがあります。何文字ずつかをまとめた連字と呼ばれる活字、頻度の高い文字を組み合わせてあらかじめ用意しているのです。この連字は職人たちが自分のアイディアでそれぞれの空き時間を使って作る自分専用のもの、これも素早い分線のための工夫なのです。これはあの作家によりますけど、ある作家は左利きで書く原稿がよく来るんですよ、連載もの関係で。左利きだとちょっと読みにくいんですよね。今ほとんどもうワープロで言語が入ってきますけどね、それはないんですけど、前はほとんどみんな手書きですからね。それでそれこそもう有名な作家の人はね、結構の上手に上手ってね、我々は読めない字をね書いてくるんですよね。だから読めない字はね、やっぱり上から読んでみて、途中で読めないとずっと上から読んで下また読んで、その真ん中分かんないとなんか自然と出てくるんですよね、字が分かんなくても。そうやって何とかして分かるようにしておりましたけどね、それどうしたら分かんないとやっぱり地引きしたりなんかしてやりましたね。それは時には読みにくい手書き原稿の文字も文脈から読み取る、文章力も活字職人に欠かせない能力だったのです。